どうも、どうも、メリーボーカルガールです。メリードラムスアイドル番犬ネロです。古くなったな俺もネロとな。アフターエフェクト時代の思い出を、いやこれ話したことないもんね。そうですね、アフターエフェクトなんてバンドやってたなみたいなね。もう20年ぐらい前じゃないですか。そうだね。でもあれ1年ぐらいしかやってなかったんかな。俺がね1年から1年半で、オリジナルメンバーは2年から2年半やってると思うよ。こんな自粛期間で、うん、日々やってることというと、うん、まあたまにはもちろんね、本業だからドラムは叩くんだけど。403人いったぞ、ごめんね。あ、本当？はい、いいことです。よし、500人目指そう。俺のドラムにバンドは合わせてくれてるわけで、他の楽器を知ればドラムがもっと良くなんじゃねえかなっていう思って。アドバイスするとしたら、はい、リズム感かな。リズム感悪い？まずね、リズム感、はい、自分の声を知るってことかな。なるほど。自分に合う選曲、はい、あとはもう度胸。500人超えないとネロが歌えないんですよ。そうだぞ。歌えないんで、わがままジュレって言うと笑いかけたっていうのが多分普通なんだけど、はい、笑いかけたみたいな音がこう入っちゃうとかね。Tボランの森友さんとかもそうじゃん。んこんなにってちゃんとリズムをね、こうんってちゃんと後ろで感じて、はいはい、であれも節目に、小説の節目にもなってるし、でアイドルで言うとつんくさんのグループのアイドルとかみんなんって入ってるね。んももいろのとか。なるほどね、うん、ちゃんとこうリズムをちゃんと体で感じてちゃんと歌ってるっていうね。なんで俺真面目な話してんだよ。まあでも裏が大事ってことね、何事も。そうそう、出てってちょっと煽ったのよ。はい、そしたら声が裏返っちゃってさ。ああ、それがなんかすげえ恥ずかしかった、うん、その緊張してなんとかかましてやろうと思ったら声が裏返っちゃうみたいな。あー、この高い声出ないなって歌ってる時に、あーやべ、サビが来ちゃう、あーもう声が出ないかもなって思うと出ない。ああ、だから俺も結構ボイトレ通ったこともあるしね。それはどうだったの、その時。全く合わないと思ったから速攻やめたよね。シュランの年末のディラン・グレイ第3のこう誕生日イベント、あれも緊張したな。あれも、うん、はい、なんか俺とネロで行ってな、緊張したな、あれな、マジで。あれもね、なんかね、集中はできたんだけど、やっぱ緊張しすぎて覚えてないね。テスさんとかマジ怖かったな、髪の毛長くて。だってみんなさ、6名のライブ終わって、あれどこ、俺んちじゃない、どっかの家集まって、ゆうくんちだっけ、どっか集まってさ、みんなでゆうくんちで見た、ゆうくんちか、今日のライブ振り返った時みんな爆笑だったもんな。あ、そうだね。こんなバンドなんだっつって。これやべえなって、こいつはもう来てるなって思ったもんね。まあ本当にね、今の時代だったらやばいと思うんだけど、丸尾さんちの電話番号をいろんな人に、誰か知りませんかって片っ端から聞いて、で連絡して家まで行って、書いてほしいんですって言って、はい、でジャケットができた時、うわすげえなーって。フールズでそれこそ見開きでさ、広告ってさ、もうその時もうかっこいいと思ったもんね。バンドでこんなことできるの俺らしかいねえなって、めっちゃかっこいいと思ったもん。 あれだよね、接吻しながら下切っちゃってるような。そうそうそう、はいはい、あれも最高よ、うん、男性と女性の。じゃあ今日は歌わなくて大丈夫なのかな。いや 歌えないでしょ、だってあとまた一人減っちゃった、これ。いや俺の全員とは危険すぎるからなんだ、だからどうしたお前の気持ちだろう。